ねえ、ちょっとあなた。はい。ちょっと店員さんと話しているのを聞いちゃったんだけど、あなた熱病の薬を探しているの？そうなんです。父が熱病で倒れてしまったんです。それで僕が薬を探しに。そう、お父さんが。ねえ、私が薬を分けてあげようか。フロリエを持っているんですか？フロリエとは違うんだけど、私の言った大陸の薬よく効くわよ。ぜひ譲ってください。お金ならいくらでも出しますから。そんな、別にお金を取ろうと思って話しかけたわけじゃないから。それじゃ僕の気が済みません。せめてこれくらいは取っておいてください。そう？それじゃあありがたくいただいておくわね。はい、これが熱病の薬よ。助かります。あなたこれからどうするの？早速薬を父の元へ届けます。僕の家はレイノルズ地方なんですよ。途中まで一緒に行かない？そうですね、これも何かの縁ですから。手続き終了しました。通ってよし、次。もういつまで待たせるのよ。僕も父上に薬を届けなくてはならないので、早くお願いします。早く済ませたいなら我々に協力してもらおうか。はい、通行料2人だから20ね。足りねえな。え？どういうことよ。見たところただの冒険者にしては羽振りが良さそうだからな。通行料はざっと100ってところだ。2人合わせて200だな。200？ 普通の10倍じゃないですか。そっちの姉ちゃんが体で払うってなら、もう少し負けてやってもいいぜ。また始まった、体調の悪い癖。そこ、うるせえぞ。な、どうするんだい？バカにしないでよ。なんで私が体で払わなくちゃならないのよ。それにあなたたち連邦の兵じゃないでしょ。どうしてこの町にいるのよ。俺たちカトンシス軍はな、連邦軍がギザルフの反乱で混乱しているって言うから、わざわざこんなところまで来てやってるんだ。戦になれば国が荒れる、町の治安も低下するってもんだ。だから俺たちが代わってこの町の治安維持に協力してやってるんだよ。治安を悪くしているのはあんたたちの方じゃないの？この貴様、俺様を何だと思っているんだ。カコンシス軍にその人ありと言われたゴルドリー様だぞ。知らないわよそんなやつ。アルフレッド、こんなわけのわかんない連中放っておいてさっさと行きましょう。あのいいのかな。いいわけがないだろ。俺たちは甘く見るなよ。何よ、やる気？やっと開けた場所に出たな。だけど休んでいる暇はないわ。この町を越えるわよ。ちょっと待てラムタ、向こうが騒がしいぞ。俺様に盾ついたことを後悔させてやる。私をただの女の子だと思わないでよね。あんたならすぐにやっつけてやるんだから。ちょっとクラレットさん、僕戦うのは苦手なんです。
それにこんなところで戦ったら町の人に迷惑がかかりますよ。そんなこと言ったってあいつやる気よ。だったらせめて町の外でね。分かったわよ。おのり逃がすか。あれは加工しすぐね。冒険者と戦っているみたい。どうも加根シス軍に絡まれているようにしか見えない。どうだろうランタ、あの二人を助けるというのは。無駄な戦いはしたくはないけれど、加根シス軍に打撃を与えておくのは後々悪くはないわ。よし決まりだな、あの二人を助ける。分かったわ。さてどう動くか。どうしたんですか、クラレットさん。そんな…よし、行くぞ。やっぱり彼は…でも、どうして。クラレットさん、ごめんなさい、アルフレッド。私ちょっと休養を思い出したからここでさよならね。そんな、クラレットさん。バカみ、この俺様から逃げられると思っているのか。それじゃあね、間抜けな隊長さん。かくなる上は、奴らだけども血祭りにあげてやる。やってみる。ジェシカ様ですか。はい、そうですが、あなたは。私、カルザスのクラレットと申します。あなたを探してエルサリアから来ました。カルザスの、私に何のご用でしょうか。実は。やっと見つけたぞ、アルハザードをな。魔族？こんなところに？女、おとなしくアルハザードをよこせ。この剣を渡すわけには参りません。よく考えろ。俺様がこいつらに命じればこの港を滅ぼすことはたやすいのだ。それとも剣を守って市民を皆殺しにするか。ジェシカ様。さあどうする。剣を渡せば市民に手出しをしないのですね。そんな、ジェシカ様。そうそう、それでこそ賢い選択というもの。そっちの剣もいただこうか、ラングリッサー。ここが港町フィジットか。ちょっとあれを見なよ。ボーゼルのやつは死んだようだが、この剣さえ手に入ればどうとでもなる。約束です。この場を立ち去りなさい。そうだな、引き上げてやるか。俺様だけはな。お前たち腹が減っただろう。好きなだけ食らうがいい。汚い、約束を破るの。約束？何のことだ。お前たちが甘いだけだ。
あの女の子は。まずいね。どうやらあの剣はあの魔族の手に渡ったようだよ。魔族に剣を奪われたというのか。あれが謎を解く鍵だというのに、ここまで来て、そんな。今はそれどころではないわ。あの魔族、ここの市民を襲うつもりよ。どうするんだ。いくら加工室の港とはいえ、一般の市民が犠牲になるのを黙って見てはいられない。それにあの男が剣を持っているのなら、今のうちに奴から奪おう。そう来なくっちゃ。アルハザードさえ手に入れば、これ以上ここにいる必要はない。待ちなさい。何？逃げられたか。だけど他の魔物は残っているみたいだね。ああ、市民の救出を最優先しよう。あなたに聞きたいことがあります。何かしら。どうして僕に毒薬なんか渡したんですか。え、何のこと。とぼけないでください。あなたからもらった薬で、父上は死んでしまったんですよ。ちょっと待ってよ、私毒なんて渡してない。まだ嘘をつくんですか。嘘なんてつかないわよ。あの薬はちゃんとした熱病の薬なんだから。待ってください。言い争っても解決にはなりません。クラレットさん、彼に渡したものと同じ薬を持っていますか。これのこと。その薬です。その薬で、父上が。あんたならその薬が毒かどうかわかるだろう。それは本当に毒なのかい。これはエルサリアでは最も一般的な熱病の薬です。これを飲んで間違っても死ぬことはありません。なんでしたらこの場で飲んでみましょうか。いや、そこまですることはないだろう。それじゃあ父上はどうして。わからない。誰かがすり替えたとしか考えられないわ。すり替えた。誰が、何のために。あなたの父親が死んで得をする者が、あなたに罪をなすりつけるため。そいつは誰なんだ。一体誰が。アルフレッド、君は薬を誰に渡した。誰が君の父親に直接薬を飲ませた。僕は父上の主治医に薬を渡したんだ。だけど薬を病室に運ぶのは兄上。それなら二人のうちどちらかがすり替えたのね。あるいは二人が共謀したか。そんな、どうして兄上が。坊やには悪いけど、あんたの兄さんの態度を思い出すと、是が非でもあんたを殺したがってたみたいだよ。まるで口封じをしたいみたいに。ブレンダ。あ、すまない、口が過ぎたようだね。確かに兄上は人が変わったように思えます。父上が倒れられて代わりに領主の仕事をするようになってから。だけどそれは慣れない仕事をしているからだと思っていた。そう思いたかったんだ。アルフレッド、場を濁すようで申し訳ありませんが、私は先ほどの魔族を追わねばなりませんので失礼します。私も疑いが晴れたようだから行かせてもらうわ。ジシカ様、エルサリアへ戻るなら私も。エルサリア行きの船はもう出てしまったようですね。まだあそこに見えますね。でも次の船は2日後ですよ。2人くらいならあそこまで転移できるでしょう。クラレット、
あの船に乗りますよ。それじゃあ僕たちはどこから探しましょう。うん、そうだね。ちょっと待て、向こうの方が騒がしいぞ。どの面下げて戻られたのですから、クラレット姫。何のこと？おや、皇帝殺しの共犯者として指名手配されていることをご存じないのですか？共犯者？私も？殺したのはあの男でしょ？あなたがあの男と共謀し皇帝を殺害したことは分かっているのですよ。さあおとなしくしてください。金500万の賞金首殿。ジェシカさん、こんなことに巻き込んでしまって申し訳ありません。どうやら私たちがいない間にこの国も変わってしまったようです。あれはクラレットさんたちだ。あのジェシカって人もいるみたいだけど様子が変じゃないか。変なんてもんじゃないぞ。兵士に狙われてるじゃないか。向こうに武装した集団が現れました。あの人。おい、確かあの男。皇帝殺しの犯人が揃ったようです。もはや言い逃れはできませんぞ、クラレット姫。あなた方が共謀して皇帝を殺したことはもはや疑うまでもない。違う、あの人は。えい、問答無用。俺が共謀。どうやらあなたも皇帝殺しの犯人に勘違いされたみたいね。どういうことだ。悩んだらしょうがないわ。とにかく戦う準備をしましょう。ジェシカさん、どうしましょうか。助けてあげましょうよ。このままじゃあの二人は殺されてしまいます。そうだな。助けてくれるの？ありがとう。ねえ、あんた一体何をやったんだい。俺は初めてここへ来たんだ。この大陸で問題を起こせるはずがないだろう。だけど、あの人たちは知っているみたいです。しかも皇帝殺しとか言っているし、ね、行ったこともない場所にいる人間をどうやって殺すんだ。行った記憶がないだけかも。私みたいに俺が。この大陸に来たことがあると言いたいのか。ええ、ギザルフの改造を受けてその記憶をなくしているだけなのかもしれない。私みたいに本当の自分をここで見つけられるといいので。ラウダ、とにかく今はあの二人を助けないとね。お前たち、何をしている。こんなどこの馬の骨とも知れん連中相手に。クエイド公爵。おやおや、これは誰かと思えばクラレット姫ではありませんか。それにそっちの顔は。なるほど、私の兵が手こずるのもうなずける。クエド卿、これはどういうことです。なぜ私に賞金がかけられているのか説明してもらいましょうか。あなたは皇帝殺しの共犯者として手配されているのですよ。だからどうして
私が父を殺さなければならないのですか。それは姫がよく知っていることでしょう。私から言えることは、犯人である姫とそこの元この駅士団長を処刑せよとの遅れが出ているということくらいです。そんな、さあここで死になさい。よく私を、ダメ、あなたが今さら戻ったところで帰るところなどないのですよ。それはどういうこと？真偽のほどはどうあれ、あなたは皇帝殺しの犯人としてその男と一緒に追われるはずだ。ここでの戦いはすぐに新皇帝のお耳に入ることとなるでしょうからね。新皇帝？あなたには大臣のギルモアと言った方が分かりやすいですかね。つまり今のあなたは姫でもなんでもない、ただの罪人というわけです。もうあなたたちに未来はありません。覚えていなさい。あ、待ちなさいクエイド。言ってしまいました。どうやら無事だったようだな、二人とも。ありがとうございます。あ、ありがとう。早いうちに人目につかないところへ行きましょう。いつ追手が来るかわからないわ。これから先が思いやられるね。また助けられましたね。しかし、どうしてここへ？あんたのこと追っかけてる男からいろいろ話を聞いてね。彼女の兄でマクレーンとかいうやつさ。マクレーンが？そうですか。あなたがマクレーンの妹なのですね。あの、そうらしいです。それよりも姫、君に聞きたいことがあるんだ。何を？奴らとの会話から君がここの姫で皇帝殺しの疑いをかけられていることは分かった。だがどうして我まで犯人扱いされるんだ。君なら知ってるんだろ。それは、頼む、教えてくれ。君は俺と話をするとき、いつも何かを隠してるような態度をとる。本当のことが知りたいんだ。俺は何者なんだ。あなたたちもマクレーンのようにギザルフの実験に使われたのですね。だから自分たちを知りたくて。なあ君、頼む、教えてくれ。そんなに言いにくいことなのか。分かったわよ。あんまり君君って言わないで。それから姫って言葉も言わないで。どうやら私たちは指名手配されているみたいだから。ならば、なんて呼べばいい？クラレットでいいわ。それじゃあ、クラレット、教えてもらおうか。どうしてあなたが犯人扱いされるかね。もう4年近く前になるわ。私の父、カルザス皇帝が殺されたの。犯人はこの駅士団長として信頼の厚かった青年だった。その声、その顔、あなたは似すぎているのよ。いいえ、同一人物としか思えないわ。まさか、あなたはその人？俺が、この駅士団長？でも、そんなはずはないの。え？どうしてそう言い切れるんですか？3年前の彼が今のあなたくらいの年だった。もし同一人物なら全く年を取ってないってことになるわ。それにその人なら私が。クラレット。3年前に私が殺したから。そうよ、憎い
父の仇を私が殺したのよ。剣で心臓を一突き、あの人は何の抵抗もしなかった。まるで私に殺されるのを観念しているみたいだった。あなたは彼に似ているのよ。自分の殺した男に似てるってことかい。そりゃ言いにくいわけだ。それじゃ俺とは別人なのか。弟や親戚ってことは考えられないのですか。彼はエギル公の一人息子で、年の近い親戚もいなかったわ。あのギザラフの研究にはクローンというものがあるって話をしたわね。ああ、ある人の複製を作るって言っていた技術だな。そうか、俺はそいつの複製品だったってわけか。俺に過去はない。作り物の人形か。私が言える立場ではないけれど、お願い、気を落とさないで。大丈夫だよ、ラムダ。むしろ自分が犯人じゃなくてよかったよ。それでこれからどうします？事実はどうあれ、二人とも狙われているんでしょ。いっそのこと一緒にいない？賞金組が二人揃っていて問題ないのか。どうせ狙われるなら一緒にいた方が安全じゃない？あなたたちって強そうだしね。まったく、気楽なお姫様だよ。それに彼の権威を晴らすなら私がいた方がいいでしょ。というわけでよろしくね。だけどクラレットさん、さっき大臣が新皇帝になったって言ってたけど、どうするの？そうね、何をするにもまずは国を取り戻さないと。今は魔物の姿が見えないけど、またいつ暴れ出すかもしれないし、そのためにジェシカさんを探しに出たんだから。そのことで一つ言いたいことがあります。あなたは私に何を望むのですか？え？あなたはエルサリアに魔物がはびこったので私を探したと言っていましたね。私に何を望むのですか？その…確かに魔物が人の生活を壊すことを黙って見てはいられませんが、ただ人に頼ろうとしているあなたには手を貸すことはできません。そんな！あなたが変わらない限り私は手を貸せません。ジェシカさん、いなくなっちゃいましたね。これからどうするつもり？この大陸は勝手がわからないから、下手にうろついてもしょうがないしな。クラレットさん、どこか当てはあるんですか？そうね、サルラスだったら助けてくれると思うわ。昔からカルザス王家が危機の時に決まって助けてくれたって話だし、それに領主のレナード公爵は信頼できる人よ。事情を話せばきっと協力してくれるわ。それじゃあクラレットさんはサルラス領に行くのが目的なんですね。僕たちはどうしますか？どうするって、一緒に来てくれないの？一緒に行くということは、あなたが国を取り戻すまで付き合ってほしいということ？まあはっきり言っちゃうとそんなところだけどね。だけど私は彼が犯人じゃないって証明できるのよ。私が国を取り戻せば自然と彼の疑いも解けるってことじゃない？私に協力するってことは彼のためでもあるのよ。なんだかうまく乗せられてる気がするな。あんたどうするんだ？そうだな、協力してもいいが、一つ条件がある。何？無理なことじゃなければいいわよ。俺たちはジェシカさんが魔物に奪われた剣を探している。君が国を取り戻したなら魔族と戦う力を貸してほしい。ラングリッサーとアルハザードが欲しいですって？そりゃいいや。でどうするんだい、お姫様。あんまり姫って言葉を出さないでよ。でもあの剣は、どうしても確かめたいことがある。
別にくれと言ってるわけじゃないんだ。どうだろう。分かったわ。その条件を飲みましょう。でもちょっとの間貸すだけだからね。商談成立だな。君が国を取り戻すのに協力しよう。それじゃサルラスへは私が案内するわ。さあ急ぎましょう。あと少しよ。この湖を抜けていけばサルラス領なんだ。うまく協力を得られるといいですね。なんだ。どうして俺たちがこんな目に遭うんだ。黙れ。税を払える者が何を言う。だけどそんなに高い税なんか払えるはずが。我々は帝国の法を施行している。我々に逆らうことはすなわち帝国に逆らうことと同じだぞ。税を払いぬ上我々に口答えするとは、帝国法に照らし貴様らは死刑だ。女神ルシリス様、なぜ私たちを救ってくれないのですか。おい、そこの人助けてくれ。どうやら貴族の搾取から逃げてきた人たちらしいな。どうするの、クラレット。当然でしょ、助けるのよ。だけど、どう戦えばいいのか。彼らが逃げやすいように、俺たちが誘導しよう。お願い、戦いの指揮はあなたに任せるわ。私が慣れないことをしたら、みんなの足を引っ張るかもしれない。俺に任せとけ。まずはあの村人たちを誘導しなくては。湖の真ん中に砦がある。内部の装置で橋をつなげば一気にこっちへ来られそうだ。貴様らを討伐するために特殊部隊を編成してやる。次に会う時を楽しみにしていなさい。もう敵はいないな。さっきの村人たち、お礼も言わずに行っちゃいましたね。自分たちが助かればいいって態度、ちょっとムカつくね。さあ、早くサルラス行きましょう。あんな奴らの支配する国なんて絶対に許せないんだから。お待たせしました。それで指名手配の犯人がどんなご用でしょうか。あなたも私が父を殺したと思っているのですか。いいえ、多分どの貴族も本気で信じてはいますまい。さて、ご用件を伺いましょう。大臣のギルモアは私のいない間に帝国を乗っ取ってしまいました。私が政権を取り戻すために力を貸してください。それでどうすればいいのです。だから力を貸してほしいのです。具体的におっしゃってください。ただ漠然と力を貸せと言われすぐに貸せると思いますか。あなたが長い間城を開けているうちにギルモアが新皇帝を名乗り帝国を掌握した。そこで彼は貴族たちに搾取を認め奨励しているのです。今の政権は貴族にとって大変居心地が良い。先ほども言いましたが、あなたが皇帝殺しの犯人だとはどの貴族も信じてはいません。ですがあなたが政権を取り戻せば貴族が甘い汁を吸うことができなくなる。あなたもそう思っているのですか。私も貴族の一人です。
もちろん搾取が良いと思っているわけではありませんが、他の貴族を敵に回すにはその危険を冒してでも得るべき何かが必要なのですよ。今以上の何かがね。あなたは何をくれますか？でもギルモアは国を乗っ取った簒奪者で、たとえそうであろうとも自分の生活がよく変わるのならばどの貴族も彼を悪く言いはしない。諦めなさい。元はといえば公女の身でありながら長く国を開けたあなたのせいなのですよ。だけどそれは魔族と戦うためにジェシカさんを探して。そもそもあなたは魔族との戦いでさえジェシカ様の力を当てにしている。ひょっとして自ら探しに出たのも皇帝が殺され混乱した帝国から逃げるためだったのではないですかな。そのような他力本願な者が政権を取り戻せたとしてもまた同じことが起こるでしょう。ならば兵士を危機にさらさないためにもこのままでいた方が良いのです。さあこれでお引き取りを。よう、久しぶりだな。誰だお前は。おいおい、ご挨拶だな。俺を忘れたか？オメガだよ。一緒にギザロフ様に仕えていたといえば思い出せるだろう。俺はギザロフには一度しか会ったことがない。おいおい、しらばっくれるなよ。ひょっとして記憶がないのか？記憶も何も、俺はあの研究所で作られたクローンなんだ。お前はクローンなんかじゃねえよ。やっぱり記憶がなくなってるのか。ならば教えてやるよ、お前の覚悟。俺の覚悟？お前はこのエルサリアからイエレスへ渡ってきた凄腕の剣士だ。どんな理由があったかは知らねえが、暗い目をしていたぜ。そいつだけは変わってねえようだがな。まそんな行く当てのないお前を拾ったのが俺の主君だったギザロフ様だ。俺はそのギザロフ様の片腕だった。お前が入ってからナンバーワンの座を奪われたがな。そんなある日だ、お前が殺されたの。俺が殺された？大変です、ギザロフ様。何の想像し、あの男が殺されました。なんだって、あいつが死ぬわけないだろう。どういうことだ、詳しく説明してみろ。はい、エルサリアから奴を追ってきたとおぼしき女が現れ、仇と言って襲いかかってきたのです。ですが彼は避けもせず心臓を一突きされそのまま絶命しました。あいつめ、どこか死に場所を探しているような目をしていたが、まさか心臓を一突きか。他に死体の損傷は？いえ。そうか、まだまだ使えそうだな。死体を第三研究室へ運べ、早急にな。はっ。ギザロフ様、一体どうするおつもりですか？やつほどのもの、むざむざ死なせてしまうのは惜しい。どうせ死んだ身なのだから、せいぜい実験の役に立ってもらおう。うまくいけば以前よりも数段強くなって蘇生するぞ。どうやら実験は成功、お前は生き返った。ただ一度死んだことが原因か記憶を失ったようだわな。それじゃあクラレットが刺したと言ったのは俺のことだったのか？そういうわけだ。俺もこっちへ来て驚かされたぜ。お前さんがこの騎士団長で、しかもカルザス皇帝を殺害していたとはな。で、少しずつ思い出してきたかい？本当はこの場で決着をつけようと思っていたが、今日はやめてやる。その前にやらなきゃならんこともあるしな。
次に会う時までに全て思い出しておけ。そうでなくとはお前とやり合うのもつまらんからな。俺だった。クラレットに一度殺されたのはこの俺だったのか。こんなこと彼女には言えないな。クラレットさん、僕たちどこへ向かっているんですか？あれ以来ずっと黙っててさ、そろそろ行き先だけでも教えてくれたっていいんじゃないかい？東。そりゃ今向かってる方角だろ。エリックのところ。エリック？私のフィアンセ、彼なら助けてくれるかもしれないから。あんたね、さっき漁師が。ちょっと待て。待ってください。それを持っていかれては我々は生活できません。うるさい。お前たちが税を払わないから我々が取り立てねばならんのだ。しかし本当に払えないのです。その食料は法で定められた非常用の蓄え。いつの法律の話をしている。現行法では税を払えぬものは次第だ。ですがこのままでは私たちは飢え死にしてしまいます。うるさいわ。ならば今ここで死ぬぞよい。ああ！我々に逆らうとこうなるのだ。死にたくなければおとなしくしていろ。よし、積み荷を運び出せ。ひどすぎる。許せないわ。あんな奴らがこの帝国を支配しているなんて絶対に許せない。そうだな。どうせ俺たちは追われ組だ。あの荷を取り戻してやろう。大丈夫だった？あんたたち、なんてことをしてくれたんだ。え？帝国軍に攻撃を仕掛けるとは。ちょっと待ってよ。僕たちはあなたたちを助けるために。それが余計なことだと言っているのだ。この町の者は帝国に逆らったとして攻め込まれるだろう。そうならないためにも黙っている方が良かったんだ。なんだって？もうこの町には住めない。これもみんなあんたらのせいだ。変わってしまった。カルザスは変わってしまったわ。それにしても助けた上に憎まれたんじゃやりきれないわね。ああ、そうだよ。僕たちが通りかからなかったらいずれは飢え死にしてたじゃないか。おまけに逃げるだけで何もしようとしないでさ。でもあなたが言えることじゃないでしょ。父親殺しの罪を着せられてその濡れ衣を晴らそうともしないでただ逃げてるだけのあなたが。それをあんたが言うかい？さっきサルラスの領主にも言われたろ。他力本願なのはあんたも一緒さ。逃げてるだけ。自分が皇帝殺しの犯人だということをみんなに黙っている俺も逃げているのかもしれない。せめてクラレットだけには話すべきなのか。そうだな、思い切って話した方がいいだろうな。どうしたんだい？いや、ただの独り言だ。待ってくれ、クラレット。何よ、どうせ私は逃げているだけの女よ。ほっといて。聞いてくれ、クラレット。俺も君に隠していたことがあるんだ。あなたが私に？君は前に皇帝殺しの犯人は俺じゃないって言ってくれた。だけど
違うんだ。君がイエレスで刺した男っていうのはどうやら俺のことだったらしい。え？昔の俺の知り合いらしい男に教えられたんだ。だけど君が俺じゃないって言ってくれたから、その言葉で安心していた。このまま黙っていればいいってね。やっぱり俺も逃げていたのかもしれない。そんな、それならどうして生きているの？あの時確かにあなたは死んだのよ。ギザロフという男が自分の研究のために俺を使ったんだ。そしてその実験で俺は蘇生した。だから俺は君の父を殺した犯人なんだ。どうする？もう一度俺を刺すかい？ううん、もういい。あなたは一度死んで罪を償ったのよ。二度も死ぬ必要はないわ。それに、それに私、二度もあなたを殺したくないもの。クラレット、ありがとう。え？あなたが本当のことを話してくれたから私も勇気が湧いてきたわ。確かに今までは他人に頼ってばかりだった。だからこれからは自分で何とかしようと思う。そうだな。自分が何かをしようとしなければどんな些細なことだって成功はしないだろうな。そうよね。ねえ、ここで私が何を考えていたと思う？それは難しいな。イエレスからこのエルサリアに戻って私疑問に思ったの。どうして花魂室の街はあんなに活気に満ちていたのに、この大陸の街は活気がないのかって。それで答えは見つかったのかい？答えは簡単だった。民衆の心の問題だったのよ。もう死んでしまったらしいけど、花魂室の王様はエヴァっている割には小心者で、何をするにも決断が遅かったらしいわ。おかげで民衆は王に甘えず、自分たちが自立することを迫られた。結果として自分たちの問題は自分たちで解決できる技量が生まれた。上の者に見捨てられれば自立するしかないってことだ。私はこの大陸の民を自立させてみたい。と言っても見捨てるわけじゃないわ。彼ら自身が政治に参加して国を良くしていけるのなら、自分たちの生活のためにもっと前向きに生きていけるんじゃないかしら。確かに貴族の決めた通りに生きるより素晴らしいだろうな。そうよ、貴族なんていらない。本当に大切なのは国民一人一人がより良い生活をすることだもの。民衆による民衆のための政治がいいね。ただ貴族をないがしろにすることにならないか。それについても考えてあるわ。だからもう少し私に付き合ってくれる？というわけです。どうでしょうか？国民に政治をさせるとは思い切ったことを考えられましたな。しかし貴族は本当に不要なのでしょうか？いいえ、多くの貴族は教育を受けており、国民にない知識があります。国民の知識向上のために学校制度を行うつもりですが、効果が現れるまで時間がかかるでしょう。そこで政治の場を2つに分け、まず国民代表による下院で問題を定義し話し合い、必要なら新しい法を立案します。次に貴族からの議員による上院で下院の法を審議します。上下両院がその法の必要性を認めた場合にのみ新法が施行されます。なるほど、それは理にかなった考え方だ。当然議員は国民に選出させるのですな。はい、さらに議員には一定の任期を設け、同じメンバーの独占を防ぐつもりです。これで
より良い政治をする議員だけが次の議会のメンバーに選ばれるはずです。うん。しかし私たちだけではこの思想を現実化することができません。そこであなたの力を貸していただきたいのです。あなたが国民のための国を作りたいことは分かりました。どうやら自分のために国を取り戻そうという権力者でも他力本願でもなさそうだ。何より具体的なビジョンを持っていらっしゃる。しかも自分の地位を捨ててまでの思想。分かりました。このレナード、あなた様のために微力ながらお力添えをいたしましょう。ありがとう、レナード卿。早速ですが、あなたの兵を使い圧政に苦しむ市民を救ってあげてください。武力には武力という発想も単純だとは思いますが、少しでも早く市民を助けてあげたいのです。承知しました。助け出した市民には私からクラレット様のお考えを伝えておきます。そういえば国民のためを思いギルマーに意見した者たちがガイアナ監獄に収容されているようです。わかりました。私たちがその者たちを助け出します。少数なので逆に発見されにくいでしょう。それといずれも下級貴族ではありますが、この考えに賛同してもらえそうな連中に心当たりがございます。その者たちにも協力を仰いでおきます。皇帝の地位はこの戦いを境に名前だけのものになるでしょう。しかし人々の新しい未来のためなら惜しくはありません。きっと父も分かってくれると思います。そうですな。クラレット様の成長を見ればきっとお喜びになることでしょう。ここがガイアナ監獄か。レナード卿の話では、ここにギルモアの政策に国民から搾取するやり方に反対した政治犯が捕らえられているらしいわ。ええ、何もしない国民だけじゃなかったんだ。きっとここの人たちが捕らえられる様を見て次第に反抗する気力をなくしたのね。それでどうやって攻めますか。見たところ入り口は3カ所。まだ俺たちが気づいてないようだな。私には戦いを指揮するだけの経験が足りないわ。戦いの指揮はあなたに任せたいの。お願いできるかな。また他力本願って言われるかもしれないけど。大丈夫だよ。自分の力を知った上で適任者に任せるのは他力本願とは違うからね。引き受けてあげるんだろ。こんな時なのに余裕ね。よし、行くぞ。ありがとうございます、クラレット姫。姫がお戻りになったということは、ギルモアの独裁を打ち破る日が来たということですな。我々にできることがあれば遠慮なく言ってくだされ。ありがとう。確かに私はサルラス領主レナード卿の協力を得て兵を起こしました。そしてギルモアを倒し国民を助けるつもりです。しかしその前にあなたたちに説明しておかなければならないことがあるのです。それはどのようなことでしょうか。実は確かに国民のためを思えばその方法が良いでしょう。しかしカルザス王家はどうなってしまうのです。私のことは心配いりません。もはや時代が変わったのです。これからは王族や貴族といった階級社会ではなく、実力ある者が皆を先導することが必要なのです。その結果やはり先導者が貴族になったのならば、それはそれでいいのです。要は民衆の幸せを考えて行動できる人材を民衆が選ぶことなのですから。ほんと、あんたも変わったよね。ちょっと前とは全然違うよ。あら、ブレンダさんにどやされたからですよ。あたいは別に。とに
彼女はギルモアによって虐げられた民衆を救うだけでなく、この独裁者が生まれないような世界を目指している。あなた方も彼女に協力してくれないか。もちろん協力させていただきます。ただ王家の方が国民のために自分の地位を捨てるという考え方に驚いただけです。こちらこそお願いします。ぜひクラレット姫のお考えについていかせてください。ありがとう皆さん。差し詰め、我々の役目は民衆を説得してクラレット姫のお考えを広めるとともに、ギルモアと戦うための同志を募ることですね。はい、よろしく頼みます。はは。それでは皆様方はこれからどうなさるのですか。そうだ、俺もそれを聞きたい。エストールに行こうと思うの。エストール？この国で広く信仰される光の大神殿があるんですよ。なるほど、エストールの協力を得て民衆をまとめるお考えですね。ああ、これがあのクラレットかね。人は短時間でここまで変われるもんなのかい。それじゃあ、早速行きましょうよ。こんな古代兵器を持ち出すとは。だが、負けるわけにはいかない。まさか、ヘリック？行くぞ。ヘリック！誰だ？私よ、クラレットよ。クラレット？君なのか？そうよ、悲しいわ。でも、どうしてギルモアの手下なんかに。君が国を出てからいろいろとあった。ギルモアが新皇帝を名乗ってからこの国は変わってしまったんだ。多くの貴族が彼のやり方に反発しながらも保身のために言いなりになっている。いや、今では貴族主義的な彼のやり方に反対する貴族はほとんどいないよ。まさか、あなたもそうなの？もしあなたが以前の優しさをなくしていないなら、まだこの悪い政治に染まっていないなら、私に協力して。何を無駄話をしているか。敵と慣れ合うのも大概にしろ。お願いエリック。以前のことは知らんが、今は敵なのだぞ。エリック！戦わんかエリック。なんだと？うるさい！私はこれからクラレットの手助けをする。もうギルモアの手伝いは嫌だ。どうしましょう、団長。いまいましい集め。だが今は裏切り者より反逆者を何とかするのだ。エリックの始末はその後だ。わかりました。どうやらもう敵はいないようだな。これで制空権は僕たちのものですね。しかしまだサルラス軍の危機が去ったわけではないわ。相手の兵力は10倍よ。そうだな。クラレット。エリック。ねえクラレット、彼を紹介してくれないかい。彼はエリック、私のフィアンセよ。ああ、以前に言っていた人ですね。でも本当に婚約者がいたんですね。あら、こう見えても私カルザス王家の一人娘なのよ。この年になればフィアンセがいたって不思議じゃないわ。私もこの作戦に協力させてください。直接戦うのは苦手ですが、情報収集などなら。ありがとうエリック。私たちはこのまま地上に降りて敵の本陣を強襲するわ。あなたはレナード公爵にそのことを伝えてきて。わかった。さっき敵の本陣を強襲するって言っていましたよね。ああ、敵は包囲作戦を行うためにほとんどの兵を前線に送っているみたいだからね。手薄になってるのさ。
海軍を指揮する本陣を叩けば命令系統が混乱するわ。大部隊ゆえの弱点というところね。なるほど。この船を使えば後方にある本陣を直接狙えるわけですね。そういうわけだ。これより敵本陣を叩く。行くぞ。まず皆さんに謝罪をしなければなりません。私が国を開けてしまったがために、大臣のギルモアに政権を奪われ、結果としてあなた方を苦しめることになってしまいました。しかしその苦しみに終止符を打つ時が来ました。この国は一部の貴族のものではありません。あなた方国民のものなのです。もはや国民は貴族の言いなりになる必要はありません。そしてその国民こそが新しい政治の主役となるのです。国民一人一人が責任を持ち、自立できる国を作るべきなのです。皆さん、新しい時代のために、そして自分たちのために、共に戦ってください。そうだ、自分たちの生活は自分たちで守るんだ。そうよ、私たちは戦うべきだわ。やるぞ。ギルモア、観念しなさい。よくもよう呼び捨てにしてくれましたね。皇帝陛下と呼びなさい。それにしてもよくここまでたどり着きましたね。確か城門にはクエイドがいたはずです。ああ、あの公爵さんかい。気の毒だけど、彼は無駄死にになりそうだね。どういう意味ですか？貴族の尊い死を無駄死にとは。お前のために命を張ったって、お前が負けてしまえば無駄死にだろう。うるさい。それに貴様は皇帝殺しの犯人ではないか。まさか世までも殺そうというのですか？それはお前次第だ。ここで降伏し、おとなしくクラレットに王位を明け渡すというのなら考えてる。バカを言うな。死ぬのは貴様らの方だ。観念しなさい、ギルモア。余は諦めるぞ。待ちな。玉座に秘密通路が隠されているの。それを使ったんだわ。逃げられたか。とにかく今は城が取り戻せただけでいいわ。それよりギルモアが逃亡したことをサルラス軍に知らせないと。そうね、もう戦う必要がないのだから、早く両軍を止めないといけないわ。ここがお父様の部屋よ。お父様はここで。どう？ダメだ、思い出せない。それよりもあんた、本当に皇帝を殺したのかい？そうらしいが。らしいって自分でもわからないんだろう。だったらそう決めつけるんじゃないよ。私が聞いてみるわ。聞くって一体誰に？ねえクラレット、この植木はずっとここにあるの？ええ、お父様は植物が好きで生前からずっとあったわ。それなら彼に聞いてみる。植物も見たり聞いたり感じたりしているの。私の能力を使えば植物と話せるわ。見ている。彼
彼は皇帝殺しの真相を知っている。さあ、話して。細身で土系色の肌をした男が皇帝らしき人の首を絞めている場面が見える。彼が床に倒れているが、薬で眠らされているらしい。その横に皇帝は手に剣を持って立っている。だけど体はすでに死んでいるみたい。皇帝は自分の胸を剣で突いた。その後剣を彼に握らせて倒れたわ。皇帝を絞め殺した男が部屋に入ってきて笑っている。なんていやらしい笑い。そして机などを倒してかき消すように消えてしまった。そこから先は私から話すわ。お父様の部屋から大きな物音が聞こえたから、私は医師たちと一緒にこの部屋へ来たの。すると彼が血塗られた剣を手に呆然として立っていたの。彼は私たちに気づくと慌ててその窓から外へ逃げてしまった。キもそう言ってるわ。よかったじゃないですか。あなたは犯人じゃないんですよ。だけどそれだけじゃ彼の無実を証明できやしないよ。疑いたくはないけど、マリーの言ったことが本当だとしても、あたいたちには知る手段がないんだからね。そうね。ごめんなさいね、お役に立てなくて。いや、気にしないでくれ。あなたが思い出せないなら私から話すわ。彼はここから北にあるリグリア地方を治めるエギル公爵家のご子息で、私のいとこにあたるの。信用ある家柄とその剣の腕前からお父様好きの近衛兵団団長になっていたわ。それじゃ俺の両親は。残念だけど、あなたが反逆者として追われたためにエギル公爵家は取り潰され、一族の血は絶えたわ。あなたを除いてね。記憶が戻った方がかえって辛いかもしれませんね。そしてあなたの生まれたリグリア地方は大臣だったギルモアの領地になったの。そうか。だけどあなたの疑いが晴れたのなら。大変です。何事ですか？魔物です。ベルゼリアの魔物が死者を蘇らせて攻めてきました。各地で被害が出ています。死者を使って。我々の戦争で多くの死者が出ました。魔物はその時を待っていたのでしょう。わかりました。兵を出して民衆を守りなさい。私たちも出ます。私もお手伝いしましょう。兵をお貸しください。危険だぜジェシカさん。俺が兵を指揮するから、ジェシカさんは城の守りを頼む。よし、行くぞ。それじゃ急ごうじゃないか。お父様の仇撃たせてもらうわ。わかりますよ、その悲しみ。本来なら死体とご対面させてあげたいのですが、何分仮装されてますからね。力になれず残念ですよ。その口、二度と聞けないようにしてやる。
死体を召喚しすぎて力が残っていなかったか。勝負はお預けです。逃げ足だけは早いな。みんなは大丈夫だった？はい、大丈夫です。おかげで助かりました。俺たちだけだったらダメだったかもしれません。謙遜する必要はないよ。あんたらは自分たちでこの村を守ったんだからね。そうですよ、僕たちは手伝っただけです。私たちはクラレット様に気づかされたんです。この国を守っていくのは自分たち自身だと。そんな、本当にありがとうございました。心ばかりのお礼ですが、これをお受け取りください。ありがとう、大切に使わせてもらうわ。あと少しで革命が成功するんだ。魔族などに邪魔はさせないさ。まずは魔族を何とかしないとね。このままじゃ安心して政治改革なんてやってられないよ。一度城へ戻りましょう。ジェシカさんから魔族のことを聞いて対策を考えるのよ。父の仇、今度こそ撃たせてもらうわよ。仇だとかそういった狭い了見が人間の悪いところです。うるさい。みんな無事か？なんとかね。とりあえず生きてます。一体今のは何だったの？魔導法？厄介なもの。ヴィラージュ、あれ。ああ、オリジナルガルツォークか。あれが動くということはかなりのマナが溜まったということか。あの巨人のそばにいる男、ギルモア。そうか、そういうことか。私はもうお払い箱ってことか。何をブツブツ言ってるんだ。みんなすまない、すべて私のせいなんだ。え？どういうこと？私はギルモアに送り込まれたスパイだったんだ。サルラスの進軍ルートを教えたのだって、あの飛空艇を燃やしたのだって全部私がやったんだ。私のお供に扮したギルモアの部下が見張っていたから今まで言えなかった。今日のいつ頃からか姿が見えなかったから。あんたどうして自分の婚約者を売るような真似をしたんだい。それでも男なのかい。仕方なかったんだ。ギルモアに薬漬けにされていて、定期的に薬を取らないと発狂してしまう。だけどクラレットだけは助けたかった。私がそばにいれば攻撃されないだろうから一緒に。けれどギルモアにも切り捨てられたのね。今はそれどころじゃない。あの敵を何とかする方法を考えるんだ。そうですね、このままじゃまたあの攻撃を受けてしまいますよ。そうだよヴィラージュ、何か方法はないのか。あいつの持つ魔導法は待機中のマナを直接打ちつける。射程の長い強力なブラストだと思ってくれ。見た通り一撃で城を破壊する威力を持つ。そんなものにどうやって立ち向かえばいいの？弱点はある。魔導法の方針に物を詰めるんだ。それでも法を打とうとすれば行き場をなくしたマナで魔導法は壊れる。なるほどな。し
しかし、どうしてあなたは古代兵器に詳しいんだ。それについては後で説明するからさ。問題は誰が報酬に物を詰めるかだ。下手をすれば撃ち落とされる。私が行きます。エリック？薬がなければ待っているのは禁断症状による発狂死。どうせ死ぬなら最後に君を助けたいんだ。ヘリック！まだ充填は終わらんのか。まもなく完了します。ギルモア様、敵です。何？やつめ、血迷ったか。早く撃ち落とせ。魔導砲、充填完了しました。撃て！うわぁ！魔導砲を壊されてしまったか。ギルモア様、この男、まだ息がありますね。放っておけ。その傷では助かるまい。どのみち薬が切れれば発狂死するのだ。そのままじわじわと死んでいくがいい。これでクラレットさんの理想が叶うんですね。エリック、エリックは？エリック、しっかりしてよ、エリック。クラレット、そうか、勝ったんだね。魔導砲を壊してくれたから、私たちの勝利はあなたのおかげよ。私の罪も償えたかな。これで安心して死ねる。しっかりしなさいよ。すぐに手当てしてあげるから。ごめんよクラレット。私がいなければもっと楽に戦えたかもしれないのにね。君の理想は素晴らしいよ。君ならきっとこの国を立て直せる。できることならこの目で見たく。エリック！私の仕事はここまでです。皆さんは本当の自由を手に入れました。自由とは他人に束縛されない代わり、自ら枷を選ばなければなりません。一人一人が責任を持って生きる必要があるからです。場合によっては
今までの方が楽だと思えることがあるでしょう。でも負けないでください。未来は自分たちで選ぶのですから。バンザーイ、バンザーイ、自由バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ。やりましたね、クラレットさん。ああ、立派だよ。どうしたんだい、ヴィラージュ。ラングリスさんの場所が分かった。何だって？レインフォルスの部下が持っていたんだ。なんとか敵の貨物艇を落としたんだが、山の中に不時着された。とてもじゃないな、俺たちだけじゃ捜索しきれん。だが君たちも回収に協力してほしいんだ。私も協力するわ。だけどあんた。もう私はこの国の支配者ではないのよ。この国は国民のもの。私の仕事は終わったわ。それに約束していたでしょ。俺も付き合おう。ラングリスさんと自分との関係を知りたい。決まりだな。それじゃあ飛行艇に乗ってくれ。向こうまで送る。向こう？イエレスだ。そろそろ暗くなるから突入隊の人選をしましょう。あなたをサポートする人を一人選べばいいわ。そうだな。バッチリ援護するからね。期待してて。それじゃあ他の者は敵を引きつけてくれ。任せておけ。俺たちも行くぞ。陽動隊はうまく敵を引きつけてくれたようだな。見張りが一部隊だけになっている。私たちで倒しちゃいましょう。そうだな、行くぞ。夜明けには飛空艇の改装が終わる。この世界が助かるも滅びるも俺たちにかかっているんだな。そういえば他のみんなはどうしてるかな。クラレットのところに行ってみよう。あら、こんな時間にどうしたの？明日は早いんでしょ？君こそどうしたんだ、クラレット。ちょっと一人で風に吹かれていただけ。そっか。迷惑なら戻るが。うん、いいわ。明日のことを思うと寝つけなくて、星を見ていたところなの。いい話し相手が見つかったわ。そうか。こうして地上から星を眺めるのも今夜が最後かもしれないわね。そうだな。失敗すれば二度と地上に戻ることはできない。再び地上に戻ってこられるか、この地上の人々が平和に過ごせるか、私たちにかかっているのね。後悔してるのか。あのままカルザスに残っていれば何も知らずにいられたはずだ。何も知らずにね。確かにあなたと出会う前の私ならその生き方を選んだと思うわ。だが今は違う。他人任せに生きるのは楽だわ。だけど今は嫌。あなたもそうでしょ？確かにそうかもな。私変わったわね。これもみんなのおかげ。特にあなたの。俺は何もしていないさ。変わったのはクラレットが変わろうとしたからだ。ううん、あなたは自分が誰なのかも思い出せないのに
自分が犯人だと名乗り出てくれた。疑いは晴れていたのだから黙っていればわからなかったはず。あの時のあなたに私は勇気づけられて今日までやってこれた。感謝してるわ。そっか、こんな俺でも人の役に立てたのか。実感がなさそうね。まあね。さあそろそろ寝るとしよう。明日は忙しいからな。おやすみクラレット。待って、クラレット。じっとしていて怖いの。本当は怖いの。俺たちの失敗がこの世界の人々を死なせてしまう。クリムゾニアも人間も魔族もみんないなくなってしまう。全ての生き物が滅んでしまうんだ。俺だって怖いさ。本当、あなたの鼓動が聞こえる。だから気に病むことはないさ、クラレット。違うの。え？違うの。私が怖いのはあなたとこうしていられなくなるかもしれないから。クラレット、好きよ、大好き。クラレット、君はこんな時に言うのは反則かもしれない。本当は言わないでおこうと思ったの。だけど星を見上げながらあなたのことを考えていたら、あなたがここに来てくれて。今言わなくちゃきっと後悔すると思うから、最後の最後で逃げたくないから。あなたが私をどう思っているかは言わなくてもいい。嫌われていてもいい。だけど私はあなたが好きなの。ごめんね、ずるいよね、こんなのって。いや、嬉しいよ。俺も君が気になっていたからここに来たんだ。君と少しでも長くいたかったから。それじゃあ、私…本当は俺の方から言うべきだった。だけど君との関係を壊しそうで言えなかった。改めて言わせてもらうよ、好きだよ、クラレット。嬉しい、すごく嬉しい。この瞬間が永遠に続けばいいな。大丈夫だよ、俺たちは始まったばかりじゃないか。うん、なんとか入り込めたようだな。だけど船が。ごめんよ、あたいがもっとうまく操船できたらこんなことにはならなかったのに。撃ち落とされなかっただけでもいいさ。そうよ、落とされていたらベイリアを爆破することさえできないじゃない。帰りのことは後で考えましょう。そういうことだ。見て、ここで分かれ道になってる。全部で6本か。ブレンダ、分かるか。さすがにそこまでは分からないよ。どうする、1本ずつ確認するか。だけど、いちいち確認している暇があるかしら。全員で別の道を進んで、先を調べてこよう。わかった。もう一度ここで落ち合うことにしよう。ねえ、不安？
不安じゃないと言えば嘘になるだろうな。正直ね。でも大丈夫よ。この勝利の女神がついてるじゃない。普通自分で言うか？まあ、クラレット。何？地上に戻ったら、一緒に旅に出ないか？そうね。新婚旅行がてら世界を回るってのもいいわね。新婚旅行。それじゃあ、私はこっちを調べるね。俺も行くか。やめて！世界を救ったって、あなたが助からないんだったら。だが、俺たちがここへ来たのは、ペイリアを破壊するためだ。やるしかない。うん。俺では無理なのか。バカ野郎、諦めんのかよ。完成品の俺に勝てたお前が欠陥品のわけがねえだろ。俺が能力の使い方を教えてやる。俺とお前の増幅装置をシンクロさせる。それくらいとってことね。オメガ、お前その傷で能力を使えば。バカ野郎、人のことを心配している時じゃねえだろ。この世界とどっちが重要なんだ。お前はそのために来たんだろうが。わかった。守りたい。救いたい。あたいらの世界を。父との誓いを。お願い、世界樹よ、力を貸して。みんなの力を、思いを、俺にくれ！警告。ペイリアの自爆装置が起動しました。内部の人間は速やかにクリムゾへ退避してください。繰り返します。ペイリアの自爆装置が起動しました。やった！やりましたよ！ああ、どうやら成功したようだな。だが、我々に脱出する手段はない。人助けってのも、悪く、ね、オメガさん、あの傷で能力を使ったから。クラレットさん、彼は目を開けてくれないの？ひょっとしてこのまま。そんなの嫌よ。クラレットさん、私たちはまだ始まったばかりだって言ってたじゃない。みんな、諦めるんだ。ミラージュ！急げ！早くしないと爆発に巻き込まれる！ペイリアが爆発する！しっかり捕まってろ！衝撃波が来るぞ！
うやら助かったみたいね。安心するのはまだ早い。どうやら今の衝撃で自動操船データが壊れたみたいだ。マドールは無事だが、手動操船に切り替えたらどうだい。それもダメだ。切り替え装置も壊れている。唯一の手段は通信によるデータの修正だが。それじゃこのまま一直線に飛び続けちまうってことか。すまないな、せっかく助けに行ったのにぬか喜びさせてしまったようだ。地上に戻ったら一緒に旅に出ようって約束したじゃない。それなのに、それなのに私を置いてきぼりにして。製品にしてはよくやったよな。もう疲れた。諦めるな。誰だ。私はジーク・ハルト。いや、君にはラングリッサーと名乗った方が良いかもしれんな。ラングリッサー。私は長い時を剣の中で過ごし、この時代を見守ってきた。そうか、あなたの力がペイリアを止めたのか。それは違う、君の力だ。私は人の思いを集めることしかできない。君の力が、人の思いがなければ私には何もできない。でもいいさ、この世界が人々の幸せを守れたのなら俺は疲れた。確かに君は人々の幸せを守った。次は君が自分の幸せをつかむ番だ。俺の。聞こえないのか、感じないのか、彼女の思い、彼女の愛を。さあ、目を覚ますのだ。ペイリアは。大丈夫。ペイリアは破壊できたわ。ペイリアとクリムズの衝突は避けられたのよ。みんな無事、クリムズも私たちの星もみんな。そっか、よかった。もうバカバカバカ、本当に死んじゃったと思ったんだから。心配かけたな、クラレット。でもどうして。ラングリッサーが、彼女の思いが俺に力をくれた。そうか、愛ほど強力な思いのエネルギーはない。どうしたの。まさか船が爆発するんですか。ちょっと待て、自動航法が正常に動作している。コースは地上だ。しかしどうして。今遠隔操作でその船の行き先を地上にセットした。あとは眠っていても地上へ着けるだろう。レイン、みんなよくやってくれた。クリムゾンディアを地上へ降ろした甲斐があったというものだ。これからは
我が民を頼む。君たちになら安心してクリムゾニアを託せる。何を言っているんだ、託すとは。どうやらエイリアの爆発の余波でまた軌道を外れたようだ。ならばすぐに脱出しなよ。残念ながら最後の船も先ほど出発したばかりで。そんな、せっかくみんなが仲良く暮らせる世界になるんじゃない。それなのに。レインホルス、君たちには世話になった。もう会えなくなってしまうのですか。君たちとは最後になるかもしれない。だがまた200年経てば私は戻ってくる。幸い尽きかけていたマナも補充できたので、ね、次に私が戻った時、平和になった世界を見せてもらうよ。それまでさらばだ。デイ、さらばだ。ラインホルス、お前が帰ってくるまで地上の平和は壊しはしない。そうだな、これからが大変な時代かもしれない。さあ帰ろう、俺たちの星に。